ある夫婦は一人の子供を育てていた。子供の将来を案じた夫婦はその子供に英才教育を施した。しかしその子供は親の期待に応えることに疑問を持った。子供は少年となり、その少年は親のプレッシャーに耐える拠り所として機械学に没頭した。やがてその少年は成長し、銀河団のボスになった。ロンジャスどうもサオでございます。というわけで本日は赤木の話をしていきましょう。ライバの話しすぎじゃない？まあ今が旬ですからね。まあただ、まあ僕は一つ疑問を覚えます。この赤木、これ27歳です。これがパワプロ君投手にされたら、どんだけシュールになるんでしょう。本編です。赤木は感情というものを嫌悪し、感情が支配しない新世界を作ろうと目論んでいました。彼にはカリスマ性もあり、その新世界を見てみたいと思った人々は銀河団として集結します。カリスマ性に惹かれるということは感情に動かされているということでもあり、赤木自身クロバットという夏季進化のポケモンを手持ちに入れていたり、感情を捨てきれてないことがうかがえます。そんな彼がなぜ感情を捨てるという極論にたどり着いてしまったんでしょうか。推測は可能なものになっています。赤木の過去について迫っていきましょう。昔の赤木、決して麻雀に明け暮れていたわけではなく、渚シティ出身っていうのが NPC の発言から分かっています。渚シティの住民の、まあ、おばあちゃんかな、昔赤木という子供がいて、誰とも付き合わず機械と戯れてばかりいた、こんなセリフがあります。じゃあなんでそんな機械に明け暮れていたんでしょうか。これは有名な話なんですが、228番道路。そこにいるおじいちゃんに話を聞くと、親の期待に応えることに疲れ、機械ばかりいじっていた孫を引き取っていれば、という後悔のセリフを聞くことができます。推測する限り、これ赤木のおじいちゃんですよね、っていう話になっていて、まあ、2つのキーワードが出てくるわけですね。機械いじりをしていた。そして親の期待に応えることに疲れていた。親がこうしてほしいから、じゃあこれに応えていかなきゃいけない。まあこれは感情によるものですよね。でもそれに疲れちゃったんですっていうところで、まあ無生物を研究するっていうところに逃げたんですね。だって機械は感情を持たないから、自分の思った通りにプログラミングしていければ、自分の思った機械が生まれていく。つまりこれは今に通じる。機械を世界に置き換えてみると、自分の思った通りの世界を作っていくっていう話につながります。でもある日、機械が感情を持ってしまったんです。不思議なポケモンに出会ったわけです。それがロトムという存在でした。まあただここから話す分はあくまで有名な考察みたいなところを僕が再編集しているところになるんで、92.4% 合ってるって感じで聞いてください。ロトムのフォルムチェンジってプラチナの時どこでやったか皆さん覚えてますか？まあ僕も覚えてないんですけど、これが銀河白帯ビルっていうね、まあアジトみたいなところでフォルムチェンジできるっていうイベントが発生します。まあもうこれ銀河白帯ビルですよ。でロトムのフォルムチェンジ、まあこれ関係があると感じざるを得ませんねって話なんですけれども、その部屋には電子レンジ、扇風機、冷蔵庫、芝刈り機、いろいろな機械が置かれています。芝刈り機だけなぜか浮いてる気がするというのはさておき、見てくれと言わんばかりにノートがあります。これめっちゃ長いんで、読んでいきます。出会いは突然だったよ。僕がなくしたおもちゃのロボットを見つけた時、芝刈り機のモーターからポケモンが飛び出してきたんだ。そう、これは少年とロトムとの出会いが描かれているノートでした。ポケモンは電気を出しているのか、周りの空気がビリビリ弾けるような音がして、このままだと僕の顔もしびれると思ったその時、ポケモンは笑ったように見えた。その時分かったんだ。僕たちは友達になれるって。不思議なポケモンをロトムって呼ぶことにした。モーターとロトム、なんだかわかるでしょ。モーターとロトム、なんだかわかるでしょ。いや、わかるわけないでしょ。という話で、これは前回も言った通り、ロトム、こちらをアルファベット表記にして、そのままひっくり返す。すると、モーターになるよ。なんだかわかるでしょっていう話です。まあ、子供向けなんだからわかるわけないでしょ。
いつもとは逆に僕がロトムを脅かしてみたんだ。そうしたらロトムは驚きすぎたのか、体から電気がいつもより広がり、僕はしびれ気絶した。気づいた僕は周りにロトムがいないことを知り、必死になって探し回った。気にすることなんてないのに、僕は大丈夫だよ。いつものように遊ぼうよ。いっぱい言葉が溢れてくるのに、それを聞いてくれる友達はどこにも見つからなくて。僕はゴミ捨て場でおもちゃのロボットを見つけた。僕と目が合ったロボットはなぜだか手を振ってくれた。それはロトムだと分かった。僕は駆け寄り力いっぱいに抱きしめたまま、その度にロボットの目が嬉しそうに光って、きっと中のロトムからたくさん電気が出ているんだろう。ロトムのことが分かる気がした。そして僕たちはずっと一緒だということも。ノートはここまでです。非常に感動的なお話。しかしロトムはもう赤城の元を離れています。まあこの話から推測するに、親のプレッシャーに耐えかねた赤城は機械に逃げ、機械が感情を持ち、ロトムというポケモンを見つけ、ロトムというポケモンと心を交わしたものの、結局ロトムも赤城の元を去ってしまったから感情というものを否定し始めた。このプロセス自体は容易に想像できると思います。このイベントを進めていくと、七かまど博士がこの部屋に駆けつけてくるんですけど、白帯には知り合いの博士が時々やってきてな、面白いポケモンの噂をいろいろ聞かせてくれるのだよ。電化製品の中に入り込むポケモンか、私が聞いた話とは少し違うようだな。昔おもちゃのロボットに入り込んだままのポケモンがいてな、それを新しいポケモンとして認めるかどうか議論が始まろうとしたが、肝心のロボットポケモンはいなくなったというんだ。勘のいい皆様はお気づきかもしれませんが、この七かまど博士が言う知り合いの博士がロトムを奪っていったんじゃないかっていう話です。現実的な解釈をすると、奪っていったというより、機械に没頭している赤城を見た両親は、赤城をどのように操れば自分たちの期待に応えてくれるかっていうと、原因を没収すること、ロトムを没収すること、そして研究資料として博士に提供すればお金にもなるのかもしれません。まあここまでは分かんないですけど、白帯の博士の元からロトムが逃げていきます。どこに逃げたのかっていうと、森の洋館のテレビの中。しかし大人になって感情をなくした赤城はロトムのことを覚えてないわけがないですよね。銀河団を通じてロトムを奪うという作戦を決行した可能性が高いです。時系列は全くわかりません。先ほどの秘密の部屋にはもう一つノートがあります。とある場所で偶然特殊なモーターに出入りするポケモンロトムの情報などを入手した。いずれ詳しく研究して私の手柄とするため、ロトムに関係する一切合切を隠しておく。天才科学者プル、つまり銀河団がとある場所、かっこ森の洋館かもしれません、場所でロトムを見つけたんだよと。これ誰が書いたのかっていうと、幹部のプルートです。疑り深い皆さん、分かってます。さっきのノートを別に赤城が書いたなんて言ってねえじゃねえかよと。まずは剣盾のロトム図鑑を見てみましょう。ある少年の発明からロトムを生かしたいろいろな機械が作られ始めたのだ。ロトムの技術は確実に進歩しています。まあ、このある少年っていうのは、まあ、シトロンのことですね。で、シトロンはあのロトム図鑑の開発に関わっています。これも公式情報です。赤城とロトムの関わりっていうのは初めてウルトラサンムーンで言及されました。それがレインボーロケット団で出てきた、まあ、別世界線の赤城ですね。プラチナで消えてった赤城ではなく別の世界の赤城なんですが、どうして心のつながりを強さへと変えることができる、その問いに対して答えたのは人間と会話できるようになったロトムでした。主人公はポケモンみんなに優しいロト、それに対し赤城は安心しろ、ロトムの世界には何もしない。ロトムを失って感情を否定した赤城、今は消えてしまった赤城なんですが、彼の新世界を作るという野望は主人公に打ち砕かれています。しかし彼とロトムの出会いは無駄ではありませんでした。今では様々な図鑑や電化製品、技術が応用され、世界は赤城が思った別の方法で変わりつつあります。
というわけでございました。久しぶりにお後がよろしいので以上とさせていただきます。チャンネル登録をすることでブリブリダイヤモンドシャイニングパールで赤城のその後が描かれる確率が 3% 上がります。それではご視聴ありがとうございました。